不井城は大阪府堺市にあった日本の城。遺構などは存在せず、推定地として中区不井中町にあった観音山古墳が城石として有力である。本校では不井の合戦についても記述する。宅地化された不井城推定地不井城の遺構や正確な場所が明記されている。古文献がなく、推定地については議論され、正確な城郭は不明である。 また、高級的な城ではなく、臨戦用の砦だった可能性もある。堺市には、大占領古墳をはじめとする、モズ古墳群があり、この周辺は、高谷城や本田城のように、古墳跡に築城されていたケースが見受けられる。これにより、深井城の推定地として、深井中町にあった、関野山古墳跡がベースとなり、そこに築城したと思われている。しかし、 その古墳も全開しており、伝承レベルでしかない。1970年代にはわずかに土類、大地などの遺構もあったようだが、現在は宅地、農地化が進んでその遺構も消滅したようである。東村鳥で、帝の山古墳国土交通省国土画像情報を元に作成不解状が古文書に記載されているのが、不解の合戦のみで、細川政権法の本拠地とした。これに対して、 細川高国法の本拠地としたのが、西村取出と東村取出である。西村取出も古墳後に取出を建設したと思われており、城の山古墳跡が有力である。現在は古墳、取出跡とも消滅し、宅地化されている。東村取出も古墳後に取出を建設したと思われており、帝の山古墳跡が有力である。区画整理事業により、 古墳も変形したが現在復元され、公園として整備されている。この帝の山古墳は復元古墳であるため、山頂部に登頂することが可能である。不井城の歴史は、この不井の合戦のみで、その後どのような経緯をたどったか、いつ、廃城になったかは全く不明である。永正六年のにいがの戦いで、阿波に帰国した細川住元は、なんとかして、 京都に戻り、足利義澄を将軍に復権するべく、武略を巡らしていた。そこでまず永称8年7月7日、総大将を、同族の細川政権と、泉守護、細川元常都市、軍を、泉堺の浜に上陸させた。陰徳太平記によると、まずは、天皇事情を声めようとしていたようである。これに、山中ため春、畑山高くに、 ユサ純正や老人衆が合流し不解場に陣を敷いた。この時、河原林正よりによると、政権の軍勢は7、8千であったと記載されている。この法を聞いた、住本の反対勢力である細川高国は、追悼勢をと摂津国衆に命じ、直ちに行動を開始。これに応じた池田市、伊丹市、三宅市、茨城市、愛市、福井市、大田市、入江市、 高槻市の2万の摂津国人集勢が集結、西村取手と東村取手に布陣した。7月13日に合戦が始まり、細川高国軍が先陣を切って、深井城へ押し寄せた。細川領吉によると、広告軍が城に突入したところ、城中には誰もいなかった。そこへ、出口が閉められ包囲されてしまった。すかさず脱出しようと出口に集中したところへ、 政権軍が現れ、そこから漏れ出てきたところへ切りかかってきた。広告軍も防戦したが、結局切り負けて、対象方は皆討ち死に、増票も300名以上が討ち取られ敗退してしまった。広告軍の残兵は、井へ逃亡。これを後期と見た、政権軍はその日のうちに、中島城まで攻め上り、船岡山合戦に繋がっていく。この時の戦いの状況は、 細川領域には、籠の中の鳥という記載が見受けられるが、他の古文献では別の戦いの状況が見受けられる。不快の合戦の状況は古文献によっては、諸説ある。同時期、住本が高尾城で引き起こした戦いは、芦屋瓦の合戦を参照。帝の山古墳、頭頂部の桜。ありがとうございます。